友人の紹介で出会ったヒロキと私、二人とも子供が苦手だから作らずにいようと決めたのに、義母は早く妊娠しろと私に強要した。やがて結婚後初めて迎えた元旦、1年後に妊娠しなかったら離婚しなさい、そう命じられ、私は頭を抱えてしまう。ヒロキは仕事と趣味を理由に不在がちで、夫婦生活はゼロ。子供を作るなんて無理に決まっている。そして訪れた1年後の正月、ヒロキはいとこ相手に私への嫌味を吐いた。母さんに孫を抱かせたいのに全然妊娠しなくてさ、嫁失格だよな。その一言が決定的だった。ふっと鼻で笑い、離婚届をカバンから取り出し義母に突きつける。お母さんとの約束通り1年間妊娠しなかったので離婚します。それを聞いた義父が立ち上がり、離婚するのは俺たちだ、そう言ったのだ。義母はほうけたように義父を見つめた。嫁をこき使うくせに平然と見下す義母。その義母に味方して私の気持ちを踏みにじるヒロキ。もう我慢の限界だわ。私をバカにしたことを後悔してもらうわよ。私は晴美、40歳の主婦だ。同い年のヒロキと結婚してもうすぐ2年を迎える。ヒロキとは共通の友人の紹介で出会った。昔のバイト仲間がヒロキの会社で働いており、食事を共にする機会があったのだ。当時は休日にアーティストのライブなどに行くのが楽しみであり、ストレス解消だった。そんな私に音楽の趣味が似てるから気が合いそうと友人が彼を勧めてくれたのだ。ヒロキは女性アイドルからバンドまで幅広く聴き、興味のある相手を応援しようとライブハウスに熱心に通い詰める生活を送っていた。実際に会ってみると同じグループが好きだと分かり、会ってその日に意気投合。仕事帰りに待ち合わせて一緒にライブに出かけたり、ライブビューイングを映画館で見たりするのはとても楽しいひとときだった。新卒入社以来ずっと仕事に打ち込んできた私は恋愛には無関心。ヒロキとは仕事の悩みも趣味も共有できる親友のような関係で、とても居心地が良かった。やがて彼と一緒に暮らせたら楽しいだろうなと感じるようになったのだ。親しくなった頃、結婚を前提としてお付き合いしたいとヒロキから申し出があり承諾した。1年の交際を経て結婚した私たちは、お互いの職場への通勤に便利な立地にあるマンションに新居を構えた。義実家からは車で30分ほどの場所にある。私の実家は飛行機を使う距離なので、何かあった場合義両親に頼ることが多くなりそうだ。ヒロキは二人兄弟の長男なので、婚約した時点ですぐに尋ねた。ご両親から同居の話が出てたりする？するとヒロキは首を横に振ったのだ。父さんも母さんもマイペースだから二人でのんびり暮らしたいってさ。そう。私はその言葉に胸をなで下ろした。しかし額面通り受け取ったのが大きな間違いだった。自称マイペースな義母に新婚早々振り回されることになったのである。結婚前はマメでよく気がつき、私をとても大切にしてくれたヒロキ。ところがいざ一緒に暮らし始めてみると態度が豹変した。家事の分担を言い出したのはヒロキなのに、仕事が忙しいのを理由に全くやらなくなったのだ。その上厄介なことに、義母は私を頻繁に呼びつけるようになった。ヒロキ曰く、義母は虚弱体質ですぐに寝込みがち。義父は定年退職後再就職して日中はあまり家にいないので、ヒロキは義母の世話を私に頼みたいそうだ。
アルミさん、なんだかめまいがするの。夕ご飯作れそうにないから手伝いに来て。体の節々が痛くて起き上がれないわ。仕事が終わってから来てちょうだい。こんな調子で2日おきくらいに義実家に呼び出される。あまりに多いので私はさすがに心配になった。そこで有給休暇を使い、義母を総合病院に連れて行き、全身くまなく検査をしてもらった。しかし結果は異常なし。自律神経が乱れているのではとか、年齢的なものですよと医者に言われたのである。義母に呼び出されるたびに、私は仕事終わりに車で義実家に駆けつけ、頼まれた買い物をしたり、夕食を作ったり、庭の草むしりをこなした。他人の家なのですごく気を使うし、体力を消耗する。でもソファーに横たわる義母を見ていると、本人に文句などとても言えない。さらに不思議なのが、たまに泊まりがけの温泉旅行に友達と出かける点だ。ひろきに疑問をぶつけると面倒そうに答える。年金で遊びに行っているんだからいいだろう。そうではなくて、体調が悪化しないか心配しているのだが。そんな日々が数ヶ月続き、さすがに疲れがたまったので、ソファーで携帯をいじるひろきに遠慮がちに頼んでみた。ねえ、たまにはひろきがお母さんのお世話に行ってくれないかしら。ひろきは携帯から視線も上げず、にやつきながら誰かにメッセージを送っている。息子のあなたが行った方がお母さんも気を使わなくて安心すると思うのよ。それに正直、私もフルタイムで働いた後に義実家に通うのは体力的にきついの。休日だけでもいいからお願い。やっと目を上げたひろきは舌打ちし、めんどくさそうに答えた。母さんもどうしても辛い時だけ晴美を呼んでるんだよ。通うのが嫌なら同居してもいいんだぞ。まるで私が悪者みたいな言い方をされ、気分が悪くなる。じゃあせめて家事をできるだけ協力してね。わかってるって。早く帰ってきたらな。しかしひろきは日を追うごとに帰宅時間が遅くなり、次第に会社に泊まり込む日も増えた。朝起きるといつの間にか帰ってきたひろきが隣のベッドで寝ている。お互い話す暇もなく、急いで朝食を食べて出勤し、次に顔を合わせるのは翌朝。結婚した意味があるのと悶々とする私をよそに、ひろきは毎日疲れた様子も見せず楽しそうだった。さらに塩らしい態度だった義母も、半年が経つ頃には私に偉そうに命令したり嫌味を浴びせるようになった。特に嫌なのが、孫はまだとせかされる点である。私もひろきも子供が苦手なので作らずにいようと結婚前から決めていた。ところが義母は孫を抱きたくてたまらないようだ。近頃は義実家に呼びつけられるたび、妊娠したとせっついてくる。義父が家にいるときはおとなしいが、二人きりのときは私に容赦なく嫌味をぶつけるのだ。その日も仕事の休憩中にメッセージが来た。体がだるくて夕食の支度ができないわ。はるみさん来てちょうだい。肉じゃがの予定だったから買い物もよろしくね。もちろんめんつゆなんて使わず、だしから手作りするのよ。わかりました。仕事を終えた足で義母行きつけのスーパーへ買い物に行き、義実家に駆けつける。テレビを見て爆笑する義母を尻目に夕食を作り、義母の食事中は私がお茶を入れ直したり、ご飯のおかわりをよそったりと世話をさせられるのだ。空になった義母の器を下げ、やっと夕食が取れると思いきや、休む間もなく義母の肩もみを命じられた。
岐阜は夕食後ボランティアの会合に出かけたので二人きりだ。すると今夜も義母のネチネチした嫁いびりが始まった。ひろきのいとこのところは二人目が生まれたわ。お隣のお嫁さんも三人目を妊娠中ですって。ねえ、いつになったら私はこの手に孫を抱けるのかしら。義母が不満たっぷりの顔つきで質問してくる。やれやれ、うちは子供を作りませんというセリフをあと何回言えば納得してくれるのだろうか。ヒロ君も欲しがってるのにかわいそうよ。え？私は耳を疑った。そもそも最後に夫婦生活があったのは結婚後の1週間頃まで。現在のヒロキは平日は残業続きで帰宅が夜中か朝方、休日はほぼ毎週地下アイドルのライブやイベントに出かけて仲間と飲み会。やはり帰りは夜更けか早朝だ。こんな状況で子供を作るのは不可能な上、私への冷たい態度を見ても子供が欲しいようには到底見えないのだが、一月後結婚以来初めての正月を迎えた。義実家では毎年大晦日から元旦にかけて親戚一同を招き宴会を開くという。大晦日の早朝から義実家に呼ばれた私は大掃除だけでなく年末年始に作る料理の支度も丸投げされ、2日間にわたりヘトヘトになるまで働かされた。見えっ張りな義母は嫁のしつけに成功した姑を演じたがる。なので晴美さんと2人で支度するわと言って手伝いを申し出た親戚たちをキッチンから追い出してしまうのだ。実際は私に全部やらせるというのに。元旦の夕暮れ時、親戚たちは義両親にお礼を言い自宅へ帰っていった。いつも以上にこき使われ、疲労困憊の私に座椅子の上の義母がマッサージを要求する。自分は偉そうに指示するだけでほとんど動かなかったくせにと腹立たしくなるが、断るのも面倒だ。命じられるまま肩を揉みほぐした。すると義母が突然苛立ちをぶつけてきたのだ。今日は晴美さんのおかげで恥をかいたわ。え、何かしましたか？キョトンとする私に義母は恨みがましい口調で文句を吐いた。孫よ、結婚してもうすぐ1年経つのにまだ妊娠しないなんて、あんたどこかおかしいんじゃないの？義母の話によれば昼間ママ友に再会したという。あの女、前は娘と仲が悪かったのにいつの間にか仲直りして IT 社長の息子に嫁入りしてたのよ。ああ、前の同級生ね。同じ部屋で携帯をいじっていたヒロキが口を挟む。舞さんというのはヒロキの妹だ。岐阜は日課のウォーキングに出かけて不在なので、今から不平不満をぶつけられるのかと身構える。そうよ、ブッサイクなのに玉の腰をつかみやがって、おまけに双子を妊娠出産。あの女、里帰りした娘一家を見せびらかすために赤ちゃんをベビーカーに乗せて近所を回ってたのよ。ほんと性格悪いんだから。私は苦笑した。ただ散歩させていただけだろうにこの言われよう。義母の被害妄想にも困ったものだ。落ち着いてよ母さん、晴美が妊娠しにくいのは仕方ないよ、もう年なんだから。義母を取りなすヒロキの笑顔にムカつきがこみ上げた。彼も私と同い年、来年で40歳だ。だいたい夫婦生活に非協力的なのは自分なのに、どうして私のせいにするのだろうか。すると義母はヒロキから私に視線を移し、いまいましげに言い放った。ヒロ君、相手を間違えたわね。もっと若くて綺麗な子と結婚すれば今頃は3人は産んでたでしょうに。
結婚1年で3人三つ子を産めというの。唖然とする私の横でヒロキが首をすくめる。俺もミスしたと思ってるよ、嫁選び。でしょ、ママが反対すればよかったわ。はい、今度はふくらはぎを揉んで。私にマッサージを頼みながら罵倒するとは、やはりまともな神経の持ち主ではない。そういえば舞はまだ来ないの？もうじき日付が変わるわよ。義母が渋い表情のままヒロキに尋ねた。あいつデパート勤めだろ、仕事終わったら顔出すらしいし、もうすぐ来るよ。まったく、親戚への挨拶よりも仕事が大事なんてどうかしてるわ。このまま結婚し損ねたら近所の笑い者よ。額に青筋を立てる義母、ここまで時代遅れの考えの持ち主だと哀れにさえ思えてくる。そう、今夜は舞さんも新年の挨拶に訪れるのだ。舞さんは義母との仲が昔から険悪だとヒロキに聞いている。大学進学を機に家を出て一人暮らしを始めた彼女は、正月に戻ってくる以外は一切帰省せず、連絡もほとんどよこさないそうだ。彼女と会うのは結婚式以来。クールで無口な印象が頭の片隅に残っている。前はどうせ彼氏もいないんでしょうよ。だろうね。そこで私を見てくくっと喉の奥で笑った。二人とも女として終わってるよな。私は息を呑んだ。ヒロキを鋭い目つきで睨んだが、彼は悪びれもせず傲慢な口調で私に話しかける。アルミさ、もう少し俺にふさわしい女になるよう努力したら。は？毎日疲れた顔してるだろう。こっちまで気分が下がるんだよね。忙しいのはお互い様なのに俺に見せつけてるみたいで不愉快だわ。両手を広げ薄笑いを浮かべるヒロキにふつふつと怒りが湧く。フルタイムで仕事して家事もこなし、空いた時間は義母の世話。私が毎日疲れ切っているのは誰のせいよ。態度を改めないと他の女のところへ行っちゃうよ。あら、はるみさん、夫にこんなセリフ言われたらおしまいよ。義母も楽しそうにヒロキに同調し、明暗を思いついたというふうに手を打った。そうだ、あなたたち1年後に妊娠しなかったら離婚しなさい。お、いいね。仕事も期限を設けると目標を達成しやすくなるしな。だらけたお前にカツを入れるためにも良さそうだ。ちょっと勝手に決めないでください。私の抗議の声は玄関のチャイムの音にかき消された。ヒロキがインターホンの画像を確認し訪問者を招き入れる。現れたのは舞さんだ。はるみさん、こんにちは。何？正月から仕事の話？ん？兄さんの大声、外まで聞こえてたわよ。するとヒロキは嫌味たっぷりに話の詳細を明かした。ほら、こいつ、いつまで経っても妊娠しないだろう。あと1年後に子供できなかったら離婚だと言ってやったんだよ。はい、これ甥っ子と姪っ子に渡しといて。舞さんはどうでもよさそうな顔つきで返事をすると、ポチ袋を義母に渡してからふと携帯を取り出した。そうだ、はるみさん、まだ連絡先交換してませんでしたよね。お願いしていいですか？え？うん、はい。互いのアドレスを交換すると、舞さんはお茶すらも飲まずすぐに帰っていった。ヒロキも義母も雑談していたので、私だけ彼女を玄関まで見送りリビングへと戻る。すると義母が目をつり上げ、舞さんの悪口を言い出したのだ。ほんと
不愛想で可愛げのない子ね。やっぱ女は愛嬌だよな。ああいうやつだから嫁のもらい手がないんだよ。聞こえぬふりをして私はキッチンに戻り、シンクに山積みの食器を洗い始めたのだった。その後も義母は頭痛がする、足が痛いなどという理由で頻繁に私を呼びつけ、義実家の家事をやらせた。そしてしつこく子供を催促し続けたのだ。あと半年で元旦が来るわよ。子供ができなかったらヒロキに捨てられちゃうわね。一方でヒロキは仕事と趣味の忙しさを理由にほとんど家に帰ってこなくなった。ねえ、今夜は帰ってくる？いちいち聞くなよ、鬱陶しい。残業になったら会社に泊まるのはしょうがねえだろ。つっけんどんに吐くヒロキに私も苛立ちをぶつける。せめて土日は家にいてよ。これじゃ結婚してる意味がないわ。ああ、ライブにくらい行かせろよ。ちゃんと働いて給料入れてやってるんだ。文句言うな。こんな会話を繰り返しながら約束の日を迎えた。今年の年末年始も義母は横柄な態度で私に命令を下した。親戚が来る前はリビングのソファー、訪問後はキッチンの椅子でふんぞり返り、気持ちが悪い笑みを浮かべて携帯をいじる義母。私は怒りを必死に抑えながら正月の支度に奔走した。我慢するのもこれが最後と自分に何度も言い聞かせながら。その日義母はいつになくご機嫌だった。元旦に合わせて仕込んだ寄せ鍋が親戚たちに大好評、料理の腕を絶賛され鼻高々だったのだ。北海道産のカニとホタテ、新鮮で美味しいよ。つゆも絶妙な味だね。いつもありがとう。まあ嬉しいわ。皆さんに喜んでもらえたら苦労が吹き飛ぶわね。義母が満面の笑みで応じる。言っておくが、カニとホタテを自腹を切って宅急便で取り寄せたのも、つゆを調合したのも私である。キッチンの片付けが一区切りつき、やっと夕食にありつけると思っていそいそと和室に足を運んだが、テーブルを見た途端膝から力が抜けた。三つの鍋にそれぞれ残っているのはネギや白菜、人参の切れ端だけだ。あら、はるみさんの分を取り分けたつもりで忘れてたわ。ごめんなさいね。しらじらしい義母の謝罪が余計に苛立ちを加速させる。取り皿に野菜のかけらを集め口に運んでいたら、義父が私の服の袖を引いた。そしてぶっきらぼうにカニやホタテ、牡蠣、野菜を盛り付けた皿を私に差し出す。ほら、食べなさい。え、いいんですか？ありがとうございます。嬉しさがこみ上げ、自然と笑顔になる。義母がこちらを睨んできたが、気づかないふりで食事を口に運んだ。赤ら顔のヒロキの前にはカニの殻が大量に積み上げられていた。夫より義父の方がよっぽど嫁を気遣ってくれる。しばらくして親戚たちの酔いが覚め、帰り支度を始める者も出てきた頃、舞さんが訪れた。舞ちゃん、お久しぶり。今日は早く来れたのね。ええ、高速を飛ばしてきました。今日も仕事か？忙しくて大変だな。あちこちから声がかかる様子を見ると、ヒロキや義母との仲は悪いものの、親戚たちの評判は良さそうだ。おい、舞ちゃんだ。会いたかったよ。足元へ駆け寄ってきた子供たちに舞が柔らかい笑顔を向け、しゃがんで目線を合わせる。私もみんなに会いたかったわ。はい、お年玉ありがとう。舞ちゃん、今日は遊べる？
あどけない様子で尋ねられ、舞は申し訳なさそうに答えた。遊びたいけど、もうすぐお家に帰る時間だよね。あんたが早く来ないからいけないのよ。和やかな雰囲気を義母がキンキンした声でぶち壊した。仕事なんかより親戚の集まりの方が大事でしょ。そんな仕事さっさとやめなさい。みんなにも謝って。まあまあ。ひろきのおばが苦笑し、二人のやりとりに割って入る。舞ちゃん、帰るまでうちの孫たちと遊んでやってよ。今日は会えるかなって楽しみにしてたの。ありがとうございます。でも今日はその前にやることがあるんですよ。そこでこちらに目配せした前に、私も無言でうなずいた。さて、どう切り出そう。考えあぐねていると、ひろきが隣のテーブルでいとこに絡み始めたのだ。そういや、二人目が生まれたんだって。ああ、育休取ったけど毎日バタバタだよ。今度も男だろ。ちゃんと役目を果たして偉いよな。ビールを飲み干したひろきはねちっこい口ぶりで愚痴を吐いた。うちの嫁は役立たずでダメだな。そんな言い方するなって。ひろきはまだ結婚2年目だし、これからだよ。いとこに諭されても、ひろきは顔をしかめ文句を並べ立てる。母さんに孫を抱かせたいのに全然妊娠しなくてさ、嫁失格だよな。はい。顔をこわばらせ、私の顔色をうかがういとこに構わず、ひろきは瓶ビールをコップに注ぎ、さらに不平を言い続けた。もっと若くて可愛い嫁なら俺もその気になるんだけどな。ダメだあれじゃ。その一言が決定的だった。ふっと鼻で笑い、サイン済みの離婚届をカバンから取り出す。立ち上がり、おばたちと談笑する義母の前に離婚届を突きつけた。お母さんとの約束通り、1年間妊娠しなかったので離婚します。すると、それを聞いた義父が立ち上がり、離婚するのは俺たちだ、そう言ったのだ。義母の手から箸が転がり落ちる。義母はしばらくの間ほうけたように義父を眺めた。今なんて言ったの？その場がざわめいていたので、実際に聞き取りづらかったのもあるだろう。親戚たちの間に動揺が走り、水を打ったように静まり返った部屋で、義父はもう一度きっぱりと口にした。俺たちも離婚すると言ったんだ。え？どうした急に？テーブルに並んだ器やグラスをどかした義父は、困惑する義母の前に写真の束と報告書を置いた。俺が何も知らないとでも思ったのか？こちらのテーブルに来たひろきが写真と報告書を覗き込み、変な声を上げた。私は舞さんからあらかじめ話を聞いていたのだが、改めて写真を見て息を呑む。そこには厚化粧の義母と若い金髪の青年が揃いの浴衣を着て腕を組んで歩く姿が映っていたのだ。やだ、息子よりも若い男と浮気？ホストかしら？温泉街でデート？こっちはキスしてるわよ。すごいわね。やっかみもあるのだろう。写真を確認したおばたちは汚いものを見る目つきで義母を見やる。義母は冷や汗を流しながら早口で説明した。違うわ、彼はホストじゃなくてバーの店員。酔った勢いでつい一回デートしただけなの。魔が差したってやつよ。嘘言わないで。お母さんと彼は2年前から付き合ってたってバーの店員の証言があるわよ。報告書をひらひらさせ、舞さんが怒った口調で責める。普段は無口で穏やかな義父も、
小姉に不快さをにじませた。年に数回友人と行っていた温泉旅行の相手が浮気相手だったとはな。そうとは知らず土産のまんじゅうを食べる俺を心の中で笑っていたんだろう。道理で帰ってきた後上機嫌だったわけだ。唇を噛みしばらくうつむいていた義母だが、やがて顔を上げると舞さんに食ってかかった。あんたは口が軽いわね。社員旅行先の宿で会った時口止めしたじゃないの。私お父さんに内緒にするとは一言も言ってないわよ。冷静に舞さんが答える。そもそも普段から舞さんと仲が悪いのになぜ黙っていてもらえると思うのか疑問が湧く。家庭をぶち壊して楽しいの？思いやりのかけらもない子ね。だから私はあんたが嫌いなの。ヒステリックにわめく義母に舞さんは眉をひそめた。私を一別し厳しい口調で指摘する。思いやりのかけらもないのはお母さんでしょ。はるみさんを頻繁に家に呼びつけ家事をやらせてたと聞いて開いた口が塞がらなかったわ。しかも体調不良と嘘をついてたとか。ぎくりと肩を揺らした義母に舞さんが詰め寄った。陸上部出身で風邪もほとんどひかない、大きな病気もしたことないのが自慢のくせに、そういえばはるみさんをこき使えると考えたんでしょう。去年の正月過ぎ、舞さんからメッセージが来たのだ。わがままな義母に振り回されているなら教えてほしい、できる限り力になると。そこで体調不良だからと義母に頻繁に呼び出されていると伝えたら、舞さんから電話がかかってきた。あの人を信用したらダメ。はるみさんを思い通りにこき使いたいだけなの。その後社員旅行先の宿で浮気相手と一緒にいる義母とばったり会ったという話も聞き、義母への信頼が完全に消え去ったのである。正直怒りよりも同情でいっぱいになった。そうまでして嫁を支配下に置きたいなんてかわいそうな人だった。っていうかお父さん気づいていたでしょ。放置しないで晴美さんの味方をしなさいよ。兄さんは昔からお母さんにべったりで当てにならないんだから。舞さんの叱責に隣の義父がはっと顔を上げ居住まいを正した。私に体ごと向き直り申し訳なさそうに謝罪する。すまなかった晴美さん。母さんに理不尽な扱いを受けていると薄々感じていたのに、面倒ごとに首を突っ込むのが嫌で見て見ぬふりをした。私だったらこんな姑お金もらっても世話したくないよ。きっぱり言ってくれた舞さんに留飲が下がる思いだ。するとそれを聞いたひろきが駆け寄ってきて私に問いかけた。お前母さんに金をせびってたのか。強欲なやつだな。え、もらってないわ。どういうことだ。目を開き困惑気味にこちらを見る義父。はるみさんに手間賃をあげると聞いてうちに来てもらうたびに5000円ずつ渡していたぞ。驚愕の事実に私は言葉を失った。義父が記憶をたどりながら説明する。一月5万くらいだな。母さんが迷惑をかけているせめてもの罪滅ぼしにと思い出したんだ。義母に視線を向けるといかにも後ろめたそうにすっと目をそらした。お父さん、嫁を使用人みたいにこき使う人がお金なんてあげるわけないでしょ。舞さんのセリフで義父も悟ったようだ。まさか浮気相手にやってたのか。俺が汗水流して働いた金を。義父の顔から血の気が引いた。怒りで声を震わせる義父を親戚たちが気の毒そうな眼差しで見守る。母さん、そりゃないよ。
父さんがかわいそうだ。ぽつりと漏らしたひろきに私は思わず吹き出した。ひろきが怒り顔で私を振り返る。何がおかしいんだ。ごめんなさい、自分を棚にあげてよく言えるなって思ったらつい。一瞬硬直したひろきだが、すぐに声を荒げた。ああ、お前だって結婚前ライブやイベントに一緒に行っただろう。アイドルやアーティストを応援して何が悪いんだ。ただのファンなら構わないわ。でもひろきは違うでしょ。私はライブ会場で隠し撮りした写真数枚を親戚たちにも見えるように高く掲げた。綺麗な女の子とひろきがライブ会場の片隅で抱き合ったりキスをしていたり、腕を組んでホテルに入っていく場面だ。いとこたちから次々と声が上がる。その子知ってるぞ、数年前繁華街で歌ってた。グループのメンバーと揉めたのが原因で事務所を退所したんだよな。今はアイドルを辞めてバイトしながら作曲活動をしてるんだっけ。親戚たちの中にもうなずく人が数人いた。私も彼女を地方局のテレビ番組で何度か見かけた覚えがある。それなりに有名人らしい。あまりに残業続きだから不審に感じて共通の友人に電話で聞いてみたの。そうしたらずっと定時上がりだって言うじゃない。だから浮気を疑って会社から出てくるひろきを待ち伏せして後をつけたのよ。は？人のプライベートを探るとかろくでなしだな。お前が言うな。わめくひろきにすかさずいとこからヤジが飛んでくる。いい気味だと思いながら眺め、私は説明を続けた。ライブ会場の後ろでひろきを見ていたら、昔元アイドルと揉めたというメンバーが私に話しかけたのよ。妻だと話したらアドバイスをくれたわ。ひろきさんは浮気をしている、証拠をつかみたいならしばらく泳がせるべきだってね。まさにその通りだったわ。フリーター生活なんだろ。でもこの写真じゃハイブランドで全身を固めて余裕がありそうだよな。首をひねる彼に舞さんが暴露する。そりゃ兄さんが100万以上貢いでたもん。100万？現役時代に CD やグッズ買ったってことか。疑問の声が上がったが、ひろきは苦虫を噛みつぶしたような表情で黙っている。そこで私が代わりに答えた。違いますよ、引退後彼女と付き合いたくてブランドバッグやアクセサリーをたくさんあげてたでしょ。うるさいな。自分の給料をどう使おうが勝手だろ。反論するひろきをにらみ据え、私は冷ややかな口調で理路整然と意見を述べる。月10万の家賃から生活費まで私が全部出してて、自分は税金しか払ってないのに。口をパクパクさせたが、ひろきは私を罵倒する文句を思いつかなかったようだ。私は一気に畳みかけた。あなたの会社が結婚後業績が悪化したのを理由にマンションの名義人も私にしたわね。なのに夫婦の預金まで使い込むとか、どういう神経してるの。その時義母が顔面蒼白で震えながらつぶやいた。嘘、困るわよ、どうしよう。誕生日に80万の時計をあげるって約束したの。これ以上借金できないからヒロ君に借りるつもりだったのよ。目をパチクリさせ疑問を口にするヒロキ。え、じいちゃんの遺産があったはずだよね。そんなのとうに使い切ったわ。そりゃまずいよ。俺も来月イベント会場を貸し切って彼女の生誕祭を開くんだ。そのお金ママに出してもらおうと思ってた。私は呆れ返った。自分は安月給のくせに私に生活費を援助してもらいながら女に貢ぎ、挙句の果てにママにまで頼るとは。
似た者親子である。きっと浮気相手には社長や大企業の役員などと自分を偽り、金持ちだと錯覚させているに違いない。情けないやつだな。ママに頼らんと浮気の一つもできんのか。親戚のからかいが聞こえているのかどうか、ひろきは今にも泣きそうな様子で義母にすがりつく。ママが一文なしならやばいよ。給料ほとんどあの子に貢いでたから借金まみれなんだ。はるみと離婚したら路頭に迷う羽目になる。ひしっと抱き合うひろきと義母。事情を知らずに見れば美しい親子愛みたいだが、実際は浮気相手にお金をたかられ困り果てる親子なので、笑いがこみ上げてくる。舞さんも同じ気持ちのようで、横を向き肩を震わせ笑っていた。ママもそうよ。彼と会うたびに高価なものを要求されて、手持ちのお金は使い果たしたわ。でもあの子、私が支えてあげなきゃいけないの。俺もだよ。あいつ俺がいなきゃダメなんだ。周りの親戚たちからもクスクスと笑いが漏れる。しかし二人はどこまでも真剣らしい。ひろき、私たち今離婚しちゃダメなのよ。拳を握りしめ自分に言い聞かせた義母は、ひろきから体を離し義父の方を向いた。急に甘ったるい声を出し義父にすり寄る。ねえあなた、100万貸してちょうだい。くれとは言わないわ。いつか返すから。その姿を見てひろきも慌てて私の前で土下座した。私を見上げ懇願する。なあ、離婚を考え直してくれ。妊娠をせかしたのも謝れよ。元アイドルはただの遊び相手。俺が本当に必要なのは晴美なんだ。勝手なことばかり言ってと頭に血が昇った。しかし私が怒鳴りつけるより先に義父が激高したのだ。いい加減にしろ。すさまじい勢いに宴の場は水を打ったように静まり返った。立ち上がり顔を真っ赤にした義父が、義母とひろきを怒りに燃える目つきでにらみつけ怒号を浴びせる。二人とも目障りだ。離婚届にサインして出て行け。俺の家に二度と戻ってくるな。え？妻が困ってるのよ。助けてくれてもいいじゃない。頬を膨らませ不満をあらわにした義母は、たちまち親戚たちの非難の的となる。厚かましい人ね。兄さんが怒るのも当然だわ。ひろきは母親そっくりね。これまで晴美さんたくさん我慢してきたのね。かわいそうに。お前ら早く出てけよ。うちの一族の恥さらしだ。ずぶとい義母もここまで言われると諦めがついたようだ。ふん、いいわよ。こっちこそ親切心のかけらもない親戚なんて願い下げだわ。拗ねた面持ちで離婚届にサインした。義母は呆然自失状態のひろきを促して一筆書かせ、ひろきの体を支えるような格好で立ち上がる。後で荷物を取りに来るから私のもの勝手に触らないでよ。引っ越し先を教えてくれればそちらに送ってやる。こんなやり取りを経て義母とひろきは義実家を出て行った。正月恒例の宴会は気まずい雰囲気でお開きになると思われたが、帰り際温かい声をかけてくれた親戚たちのおかげでいくらか気分が晴れたのだった。兄さん、困ったことがあればいつでも相談に乗るからな。はるみさん、うちのひろきが迷惑かけてごめんなさいね。あの二人またきつく叱っておくわ。ありがとうございます。私もお礼を述べ頭を下げる。赤の他人なのに気遣ってくれる優しさがしみ入り、胸が熱くなった。いつもは義母がいるので義実家を避けていた舞さんも今夜は久しぶりに泊まるという。
お父さん、舞さん、いろいろとお世話になりました。宴会の片付けを終え、去り際にそう挨拶すると、岐阜が声を落とした。妻と息子のせいで嫌な思いをさせたね。一方の舞さんは力強い声を出す。兄さん、離婚を渋ると思うの。すぐにいい弁護士を紹介するね。お父さんのせいではありませんよ。舞さん、頼りにしてるわ。よろしくお願いね。義実家の門前で一礼し、自分の車に乗り込んだのだった。舞さんが予測した通り、ひろきも義母も離婚に関してごねた。離婚してもいいが、借金の返済は勘弁してくれと、ずうずうしい要求をしてきたのだ。義母が私にくれると嘘をついて、岐阜から巻き上げた総額120万、それにこっそり使っていた岐阜のカード代100万をお金がないという理由で踏み倒そうとした。ひろきも慰謝料200万と夫婦の共通口座から浮気相手に渡した100万、合わせて300万の返済を渋ったのだ。そこで舞さんから紹介された弁護士に説得を頼んだ。払わないなら民事訴訟に持ち込む。そうすれば余計にお金がかかると伝えたら、二人はあっさり引いたのである。義母、ひろき、共に分割での支払いに応じたので、岐阜も私も胸をなで下ろした。岐阜は自分名義の家から義母を追い出したものの、財産分与で家の資産価値の半分を義母に渡した。そのお金で借金を返せるはずだったのに、義母は浮気相手にそのお金を貢ぎ、一緒にアパートで暮らし始めたひろきに生活費を頼るようになったのだ。ひろき、財産分与でマンションの資産価値の半額はるみさんにもらったでしょ。大企業の社員だし、借金あっても平気よね。いや、会社を辞めるから全然余裕ないよ。というのもひろきはライブ会場で元アイドルとイチャつく姿を取引先の社長に見られたそうだ。社長の不信を買ったせいで大事な取引が中止となり、上司が激怒。ほとんど首のような形でひろきは会社を辞め、すぐに職を探したが、正社員の面接に落ち続け、今はアルバイトを掛け持ちしているという。元アイドルはひろきがフリーターになったと聞き、あっさりひろきを捨てた。義母の浮気相手ももっとお金持ちの女性を見つけて、そちらに乗り換えたらしい。その後、ひろきが必死に働いているのに義母は家事をせず、おまけに財産分与でもらったお金をギャンブルで使い果たしてしまった。ひろきに内緒で親戚にお金を借りに行っていたと判明し、ひろきはとうとう激怒。二人は連日大喧嘩を繰り返し、近隣住民から騒音被害で何度も警察に通報されているそうだ。また今回の件でひろきと義母は親戚たちからすっかり愛想を尽かされ絶縁されたという。離婚が成立した後も義父や舞とは連絡を取り、三人で食事をしたりしている。義実家で顔を合わせる彼らはいつもムスッとしていて近寄りがたいイメージだった。しかし義母がいなくなってからは別人のように明るい表情になり、気さくに話し合える仲になった。それは私も同じみたいで、近頃舞さんによく言われる。はるみさん、話しやすくなったね。そして結婚以来、忙しさにかまけて足が遠のいていた好きな歌手のライブにも舞さんを誘っていくようになった。ひろきとは縁がなかったが、舞さんという友人に巡り会えてよかったとしみじみ感じている。結婚生活が数年で終わったのは残念だったが、いい人生経験になったと前向きに考えることにした。義母にこき使われたり、ひろきの嫌味に耐えていた辛い日々が遠い昔のようだ。もうあの人たちに会わなくていいと思うと
心が晴れ晴れする。これからの人生、何があってもきっと耐えていけるだろう。